ォーマカイ 703i は、富士通が開発した、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。NTT ドコモ初の折りたたみ型防水端末で、防浸水能力に関しては、日本工業規格が定める IPX7 等級を、防粉流水能力に関しては、IPX5 等級をそれぞれ取得している。震度一メートルの水中に三十分間浸しても、 端末の動作に支障が出ない性能をとされている。防水対策としては、充電端子およびイヤホン端子はゴムパッキンでカバーされる構造にしてあり、また電池パックは表の普通のカバーを外したら内側には金属カバーが現れ、レバーを起こすことで電池、マイクロ SD スロット、シムカードスロットが現れるようになっている。それらの特徴よりメーカーは、 ウォータープルーフスリムのキャッチコピーをつけている。メインディスプレイは2.2インチのクベが液晶を採用している。サブディスプレイは起点当時には存在しないように見えるが、点灯させると背面パネルに文字が浮かび上がって見える。この端末のボタンはオレンジ色に光る。外部メモリーはマイクロ SD 対応である。メインカメラの性能は約130万画素の CMOS イメージセンサー。 テレビ電話用のサブカメラは約11万画素の CMOS。Windows メディアオーディオ形式の音楽ファイル再生に対応、またデジタル著作権管理に対応していることにより、703i シリーズで唯一ナップスター等の有料音楽配信サイトの利用もできる。利用に関しては別売りの USB ケーブル、Windows XP 及び Windows Vista 対応パソコン。 Windows Media Player 10以上が必要となる。i アプリは、渡辺し子先生のビューティーダイエットリンパマッサージ、東北大学、川島隆太教授監修携帯能力ストレッチング、ズキパーデラックス F、デコ名文字、ポケット、ロジックパズル F、G ガイド番組表リモコン、DCMX クレジットアプリ、携帯クレジット ID をプリインストールしている。 機能は 903i の機能の多くが使え、着タフル、メガアイアプリ、お財布携帯に対応した。GPS、3G ローミング、プッシュトークには対応しない。テレビコマーシャルには、k a 9 0 3 i に続き、木村拓也が出演。シャワーを浴びながら、電話を使い、防水機能、ウォータープルーフスリムについて強調している。ありがとうございます。